王子の変で織田信忠が生き残っていたら。歴史の細道、案内人の沙織です。敵は本能寺にありの号令のもと、天正10年1582年6月2日、織田信長の家臣明智光秀は京都本能寺にわずかな手勢とともに在陣していた主君織田信長を吸収しました。織田信長は奮戦むなしく本能寺に火を放ち、炎の中にその49年の生涯を閉じました。その後信長を討った明智光秀を羽柴秀吉、後の豊臣秀吉が山崎の戦いで討ち取り、残された織田家中で大きな発言権を得たことをきっかけに天下人への道を突き進んでいきます。これが史実ですが、実は信長が討たれた天正10年1582年6月2日、もう一人重要な人物が亡くなっています。それは織田信長の長男にして当時すでに織田家の家督を継いでいた織田信忠という人物です。織田信忠はこの日京都明覚寺に在陣しており、父信長と共に羽柴秀吉が担当する中国攻めの援軍として向かう予定でした。この織田信忠という人物は強烈な個性を持つ父の影に隠れて、現代ではクローズアップされることはあまりありませんが、実はなかなかの歴戦の将なのです。少し織田信忠について解説します。信忠は弘治3年1557年に生まれ、奇妙丸と名付けられます。元亀2年1572年には元服し、はじめ信繁と名乗り、後に信忠と名を改めています。信忠には年の近い兄弟が他にもいましたが、弟たちは早くから他家に養子に出され、信忠のみが幼い頃から信長の後継者として育てられました。家督を継いだ天正4年1576年には鉄砲の名手鈴木茂久が率いる雑賀衆を下したほか、反逆を企てた松永久秀に対しては配下に羽柴秀吉、明智光秀を従えて堂々の総大将として指揮を取り、久秀を破っています。さらに武田信玄が亡くなり、一時の勢いはなくしたとはいえ、まだまだ強敵であった武田勝頼の軍勢を相手に総大将として進軍し、武田氏を滅亡に追い込みました。この時父信長は信忠に対して、天下の義も与奪と伝え、天下を譲るとまで言わしめました。信長が信忠を唯一自分の後継者と認め、所有していた多くの茶器を譲るなど、かなり信頼していた模様です。そんな優秀な織田信忠でしたが、本能寺の変が起こった際は、攻めくる明智軍に立ち向かうため、守りの固い二条御所に移りますが、あっけなく命を落としてしまいました。しかし、明智勢が二条御所に攻め込んだ後、うまくいけば逃げ出せる機会もあったと言われています。実際に信忠と共に二条御所にいた信忠の叔父、織田長益、織田裏夫妻は見事に逃げ出し、九死に一生を得ています。ここでもしも織田信忠が生き残っていれば、その後の情勢はどう変化していたか気になりませんでしょうか。前置きが長くなりましたが、今回はもしも織田信忠が本能寺の変で生き残っていたら、織田信長の亡き後の日本がどう変化したのかを考えてみたいと思います。京都脱出。天正10年1582年6月2日早朝、織田信忠は京都明覚寺に滞在していました。中国への進軍を間近に控えたこの日、予想もしていなかった報告を聞かされます。毛利攻めを担当する羽柴秀吉の援軍のため、先に備中に向かったはずの明智光秀の軍勢が父織田信長がいる本能寺を取り囲んでいるというのです。驚いた信忠は慌てて本能寺救援に向かおうとしますが、本能寺付近に屋敷を持っていた織田家家臣で京都諸子代の職にあった村井貞勝が急を聞きつけて明覚寺に参上し、信忠の本能寺救援を制止しました。なぜならすでに信長は自陣し、本能寺は明智勢に制圧された後だったからです。史実では信忠は防衛施設が整っている二条御所に手勢は500人程度を引き連れて明智勢を迎え撃つことにしました。信忠の頭の中では明智光秀ほどの有能な武将であれば京都を封鎖し、やすやすと京都から脱出することはできないだろうと考えていたと伝わっています。しかしここでもし信忠が是が非でも京都を脱出し再起を図ろうとしていれば、実は脱出することができました。明智光秀は自身は京都の南方鳥羽の辺りに陣を構え、軍勢は本能寺と明覚寺に向けていました。そのため手勢を率いて京都を脱出することは容易だったのです。脱出先は東の安土もしくは西の摂津になります。ここは本拠である安土もしくは岐阜に帰り体制を整えたいところです。史実でも叔父の織田長益は安土を経由して岐阜に逃げ帰っています。ここでは信忠も安土に向かい無事にたどり着いたと仮定します。明智討伐。主君が討たれたという報告を聞いた各地の織田軍は一時混乱しますが、当主である信忠の生存もほぼ同時に知り、さらに信忠から明智討伐の下知を受け、京都に軍勢を向かわせます。中国攻めを担当していた羽柴秀吉は毛利方と講和を急ぎ、摂津の国住吉に在陣し、四国攻めの準備を進めていた信忠の弟織田信孝は四国攻めを取りやめ、一路京都に攻め上ります。そして岐阜安土で中国攻めの準備をしていた信忠と信長の軍勢を信忠が接収して明智討伐に向かいます。他の織田軍団長である柴田勝家や滝川一益などが本能寺の異変の知らせを受けるのも遅くなり、またすぐさま畿内に向かうこともできず時短らを踏んでいる頃、信忠は軍勢を整え京都に着陣。6月10日、弟信孝の軍勢は北上し大山崎まで進軍。羽柴秀吉は毛利との講和をなし畿内に向かいますが、まだ畿内の西側兵庫あたりまでしか戻ってこれていません。この状況下において信忠は山科まで兵を進め陣を張ります。見事に主君織田信長を討ち取った明智光秀でしたが、かねてより信長討伐後には味方をしてもらえるよう密談を重ねていた丹後の国の細川藤孝、忠興の親子や大和の国の筒井順慶などに出陣して新生織田軍を周囲から取り囲むよう伝令しますが、彼らは我関せずとして兵を動かす気配はありませんでした。業を煮やした光秀は京都を出て鳥羽伏見に軍勢を展開し、東の信忠軍西の信孝軍を迎え撃つ覚悟を決めます。光秀の頭の中では信忠軍は急な出兵先の変更や主君である信長の死に混乱が生じていること、信孝軍はもともと四国遠征のため各地から寄せ集められた継ぎはぎの軍勢であり、この軍勢を信孝自身がまとめきる器量はなかったことなどから細川軍や筒井軍が外郭から包み込めば明智本隊とともに挟撃することができ、この決戦は勝利できると踏んでいました。しかし細川筒井は動かず、明智単体でこの戦に挑むことになってしまいました。明智軍は奮戦しますが、父の敵討ちに燃えた織田軍は容赦なく攻め立て、ついに明智勢はちりぢりとなり領地である丹波へ逃げ帰ろうとします。そこを中国から取って返してきた秀吉軍が捕らえられたため、丹波に向かう途中の京都大原の山中で明智光秀はもはやこれまでと自尽して果てました。織田新体制安土会議。天正10年1582年6月27日、安土城において信長亡き後の織田家の体制を話し合う会議が開催されました。一旦は京都を逃げ出したものの、逆賊明智光秀を打ち負かした当主織田信忠が主導し、会議が進められます。この席には信忠の弟である織田信雄と織田信孝に加えて、各地で奮戦していた軍団長たち、織田家重臣の柴田勝家、岩長秀、池田恒興、そして明智光秀を見事に討ち取った羽柴秀吉などそうそうたるメンバーが参加しました。滝川一益は北条氏との合戦に敗れ、両国の伊勢に向けて敗走している最中であったため会議には参加していません。滝川一益は信忠と共に武田討伐の軍勢を率いた武将で、織田家宿老の中では信忠が最も信頼していた武将でしたから、この安土会議の席に一益が不在であったことは信忠にとって痛い出来事だったと思われます。ともかくこの席で信忠は正式に織田軍団の総帥として迎え入れられ、父の直轄地であった京都安土といった畿内の中心を引き継ぎ、信忠の元の居城であった岐阜城は信忠の息子三法師に譲り、その後見役に明智討伐で奮戦した織田信孝を充てることになりました。信長の次男である織田信雄は自らの兵を信長の指示で信孝に貸し出していたこともあり、この本能寺の変後の動きの中で何もできなかったため、特に立場に変わりはありませんでした。しかし信雄の中には時期さえ違えば弟である信孝の立場は自分が享受していたという思いもあったことでしょう。この裁定にその場では従うものの、後に信雄と信孝の遺恨を残すことになりました。さらにこの戦いでいち早く軍をまとめて畿内に戻り、明智光秀を討ち取った羽柴秀吉は光秀の旧領である丹波を与えられ、家中での発言権も強くなっていきます。しかしこれには織田家宿老として長年織田家を支えてきた柴田勝家は面白くありません。また今回の明智光秀の謀反から毛利との講和、中国大返しと奇妙なまでに迅速に行動した秀吉に対して柴田勝家は、もしや本能寺の変は秀吉が策略を働かせ明智光秀をそそのかしたのではないかという陰謀論まで考えてしまいます。つまりここでも柴田勝家と羽柴秀吉の対立が今後生じるきっかけとなりました。一方、本能寺の変前後に京都大阪で遊説しており、命からがら本国に逃げ帰った徳川家康は信長亡き後の織田家の情勢を注視しながら付け入る隙を狙うようになります。表向きは新総帥の信忠に服従を誓いますが、家康は信長の命令で嫡子信康を切腹に追い込まれています。信長に対しては絶対服従を強いられてきた家康ですが、代が変わり信忠が当主となった織田家に心底服従するとは思えません。またこの時点で織田家と敵対関係にあった北条氏とは、当主北条氏政の弟北条氏則を通じて吉見を通じています。彼もまた織田家の内部分裂に乗じて織田家を裏切る可能性もあったのです。まとめ。もし織田信忠が本能寺の変の難を逃れていれば、おそらく明智光秀を打ち破り一時混乱した織田家を再集結させることができていたでしょう。しかし信忠はまだこの時26歳の若武者です。父織田信長の意向があれば何の問題もなく家臣を統率し、織田家の天下統一を目指すことができたでしょうが、偉大な父がいなくなった今、海戦山戦を越えてきた歴戦の家臣を抑えきるには役不足かもしれません。織田信忠は弟たちに比べ有能な武将だったと伝わっています。しかし有能であれば有能であるほど煙たがられ、第二の本能寺の変が生じていたかもしれません。その時は誰が天下を治めるか、史実通り豊臣秀吉や徳川家康でしょうか、はたまた柴田勝家や新たな武将かもしれません。あなたは誰を予想しますか？最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。